ました。なかなかこれ面白くって、今後の医療技術を考えるときにすごくトレンドに関係してくるんじゃないかなっていうふうに思います。細胞の中にはプロテアソームっていう巨大な掃除機のような仕組みがあって、その皮膚を使ったいわば兵糧攻めのような形のプロセスっていうのは非常に新しい視点になります。それはがんの新しい治療を可能にするかもしれず、こんにちは、ステラメディックス代表獣医師でジャーナリスト星義孝と申します。ノーベル生理学医学賞の過去の受賞研究について見ていきたいなというふうに思います。今日は2019年のノーベル生理学医学賞になります。この年に受賞した研究というのは、体が酸素をどういうふうに察知しているかという、そのメカニズムを明らかにした研究ということで、ノーベル賞を受賞したのは3人の方で、1人はウィリアム・G・ケリン・ジュニアさん、もう1人がピーター・ J ・ラトクリフさん、もう1人がグレッグ・L・セメンザさんという方です。日本人が受賞した iPS 細胞であるとか、がんの治療薬として注目された免疫チェックポイントの仕組みといったものと比べるとちょっと抽象的で、これがどうしてノーベル賞になるのかなっていうのはちょっと分かりづらいところもあると思います。今回はその意義について説明してみたいなというふうに思いました。なかなかこれ面白くって、今後の医療技術を考えるときにすごくトレンドに関係してくるんじゃないかなっていうふうに思います。キーポイントになるのは HIF、皮膚っていうふうに呼ばれるタンパク質の役割を中心に、酸素の察知っていうのがどういうふうに行われるかっていうのを今回見たっていうのがポイントです。全体ちょっとややこしいので、できるだけちょっと簡単に言えればなと思ってます。2021年のノーベル賞では、体がどんなふうに辛さを感じられるのかっていうところのメカニズムが明らかになったことで受賞したっていうことを以前にご説明しています。で、今回はその酸素をどんなふうに感じられるかっていうところですね。辛さと同じように、体が酸素っていうものをどんな風に感じられてるかっていうのは当たり前のように思えて、すごい不思議なことですね。で、体の中にこう酸素っていう物質が来て、で、体がそれを感じて足りなかったらそれに反応するっていうこと、これ一番最初の出発点は、酸素が足りなくなると腎臓の中のホルモンでEPO、エポっていうものが反応して赤血球を作り始めるっていうことが分かっていたっていうのがあります。これエリスロポエチンっていう薬として応用されているんですけれども、酸素がなくなるとそのエポっていうのができて、でそれに反応する形で赤血球が全身で作られるということなんですけれども、それなんでそんなことが起こるのかっていうのはずっと分からないままだったんです。研究グループは低酸素になると働くタンパク質として今日の主役の HIF というのを発見することになりました。その HIF っていうのが反応することで低酸素状態というのを体が感じ取って、先ほど言ったエポっていうものを働かせて赤血球を作るという動きに行くんですけれども、実はその皮膚っていうのが全身どこにでもあるっていうことがまず分かります。で、さらにその皮膚っていうのがあると酸素が足りないっていう、いわば体が警報を鳴らすという状態になるんですけれども、逆に酸素があるとその皮膚っていうのは分解されるっていうことが一つ分かるんですね。で、その仕組みをさらに辿っていった結果として、細胞の中の掃除機みたいなものが働くっていうことが分かるんですね。細胞の中にはプロテアソームっていう巨大な掃除機のような仕組みがあって、その掃除機はユビキチンという目印に従ってそのタンパク質をお掃除していくんですけれども、その皮膚っていうのは酸素があるとそのユビキチンっていうのがくっついて掃除機に掃除されるっていうことが分かりました。で、さらに調べた結果、酸素がその皮膚っていうものを変化させて、で結果としてそのユビキチンっていう目印がつくようになって、お掃除してくださいっていうプロセスが進むっていうことが分かりました。で、まとめて言えば、皮膚っていうものが酸素があると壊される、酸素がないとそのまま残って低酸素だっていうことで体の反応を活発にするっていうことがあります。これもともとその貧血から体を守るっていうような仕組みからスタートしたんですけれども、実はこれすごい応用範囲があるっていうのがさらなるポイントになります。
大きいのはがん治療の分野ですね。がん細胞っていうのは細胞を旺盛に増殖させるので、栄養や酸素を非常に必要とするわけですね。でその時に実はその皮膚っていうのが関係していて、低酸素状態になると酸素が欲しいっていうことで新しい血管を作るようなプロセスも進むことがあります。がん細胞と皮膚っていうのは関連し合ってうまくがん細胞を育てるような形で新しい血管を旺盛に作ろうとしてしまうわけです。なのでその皮膚っていうものが低酸素だっていう認識をしてるっていうことが大きな問題になってしまうんですね。そこで出てくるのががんの兵糧攻めのような仕組みです。要はその皮膚っていうものを壊してしまうと、酸素は十分足りてますよっていう状態を作り出すと周りに血管を作るという反応も進まないので、がんは必要な酸素を得られなくって壊れてしまうっていうことが起こるんですね。そこを利用したがん治療の研究が今まさに進んでいるんです。そのがん細胞が増殖できなくするようなプロセスをいろいろ研究してさまざまなアプローチで薬を開発されてきたんですけれども、その皮膚を使ったいわば兵糧攻めのような形のプロセスっていうのは非常に新しい視点になります。それはがんの新しい治療を可能にするかもしれず、そういうところも含めて大きな発見だと評価されたんだと思います。2019年のノーベル賞受賞研究というのは体が酸素を察知する仕組みということで、一見すごく抽象的なんですけれども、貧血からがん治療まで幅広い応用範囲が考えられる、やはり大きな研究だと言っていいんだと思います。今日は以上です。日々動画を上げていますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。参考になったヒントになったと感じていただけましたら高評価ボタンもよろしくお願いします。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。